原本玉編巻27、石山寺蔵、東方文化学院による永陰本玉編は、中国南北朝時代の南朝張りの小野王によって編纂された、武首別漢字辞典。アザ書としては、節問開示、辞林の次に古い。原本系玉編は、部分的にしか現存しない。543年に帰り宮王によって編纂された、元々の玉編のことを、 特に原本玉編と呼ぶ、全30巻。部首の数は、説問開示540部とほぼ等しい542部で、一部に始まり、位に終わる点も、説問と同じだが、途中の配列順は異なり、類書風に同類の部首をまとめるなど、検索の便利を図った、独自の工夫が見られる。例えば、巻き球は口で行う動作に関する、こと、いわく、音、告げ、 職などが集められている。親父は、説問会字と異なり、会書で記し16,917字を収録している。五尺はまず字の読みを反説によって示し、書書から大量の引用を行い、さらに帰り見や王自身の考えを、の王案として示すこともある。さらに、遺体字がある時はそれを羅列して、それらが、どの部首にあるかを記している。 この膨大な説明は、説問開示の極端に短い説明と対照的で、ある。原本玉編は中国では、滅んでしまい、日本に、いくつか残刊が残る。これらの残刊は国宝になっている。現存するテキストはマーキュ8.9、18、19、22、24、27の一部で、親父は全部合わせて、約2100字であり、全体の、 約12%に当たる。これ以外に、トンコーからも当社本、玉片残管が発見されている。空海が編算したと言われる、天霊版証明儀は、天書部分を除いて、親父の配列が原本玉片残管と一致し、説明も玉片から抜き出したもので、これによって、原本玉片の全体像を、ある程度知ることができる。新末に、 日本に残る書籍を収集したハジム、はじむしょまさ、洋酒刑らによって出版された、こいつ総書に原本玉編が含まれ、中国でも広く知られるようになったが、こいつ総書本は原本の永遠ではなく、模写によっているために問題が多い。中華民国に入ると、羅新玉が新たに原本玉編残館を永遠出版した。日本では1930年代に、 東方文化学院から英印本が出版されている。原本玉編は編纂後間もなく小安氏らが改定したといい、また、東大の674年に孫教によって次数を増補されたという。孫教本も現存しないので、日本の残刊が孫強史以前のものなのかどうかは、はっきりしない。北曹の大中幸府六年には、陳法年らによって、 大公益解玉編として重修されたが、誤尺部分や要霊は逆に大きく削られて、簡略化され、辞儀を示す語だけが残されている。また親父の配列順も原本玉編とは異なっている。現存する漢本の玉編はこの壮大の大公益解玉編であり、28,989字を集裁している。大公益解玉編の壮大の漢本は少なく、 日本では、宮内庁所領部に、南宋の漢本がある。中国では、壮大の漢本を元にした、沢あり道元の英陰本がよく使われている。玉編は、日本や朝鮮半島に大きな影響を及ぼした。室町時代初期に編まれたと言われる。山和玉編は、大公益海玉編の影響を大きく受けていると言われる。室町時代、江戸時代を通じて、 広く用いられ、大和玉編とは、緩和辞典そのものを指す言葉ともなった。また、朝鮮半島でも広く用いられ、最予鎮の委員会玉編が編まれるなどしている。現在でも、韓国では、部首別漢字辞典自体を指す言葉に、玉編を使っている。ありがとうございます。